お届けの皆さん、こんばんは。日本共産党です。ただいま安倍九条改憲の全国市民アクションを行っております。憲法九条を変えれば、あなたの声を署名に託していただきますよう、よろしくお願いいたします。いよいよ国会も始まりました。憲法9条を守ろうという声、ご一緒に上げてまいります。日本共産党の岩渕友参議院議員よりお話をさせていただきます。新宿駅ご利用の皆さん、お仕事帰り、学校帰りの皆さん、こんばんは。ただいま紹介をいただきました。日本共産党参議院議員の岩渕友でございます。今日はこの場所をお借りいたしまして、憲法9条、これを守ろうじゃないか、そして憲法に保障をされている平和、人権、民主主義が生かされる、こうした政治を作ろうじゃないかということを求める署名を皆さんにご協力をお願いをしております。私も署名板持ちながら署名のお願い先ほどまでしておりましたけれども、本当に多くの皆さんが足を止めて署名にご協力をいただいております。大学生だという男性が真っ先に駆け寄ってきてくれて、もしも憲法9条が変えられて戦争するようなことになったら真っ先に戦争に行くのは自分たちだ、今戦争なんか起こしてる場合じゃない、話し合いで解決するのがかっこいいんじゃないでしょうか、こういうふうに話をしていただいて署名を書いてくれました。大変寒い中ではありますが、どうか足を止めて署名へのご協力いただけますように、まずはじめに心からお願いをいたします。私は福島県の出身です。福島県には南相馬市の小高というところがありますが、憲法学者の鈴木康三さんがこの小高の出身です。鈴木康三さんは憲法研究会というところに所属をしていて、戦後すぐに憲法草案を起草をした人物でもあります。この憲法草案の中には、国民には健康で文化的な生活を営む権利があるんだということや、男女平等など今の憲法に通じる、そういった内容がたくさん盛り込まれております。だからこそ GHQ がこの憲法草案に注目をして、今の憲法のお手本になっているとも言われております。この南相馬市というところ、小高というところは東京電力福島第一原発から20キロ圏内にあり、避難指示が出されていたところです。昨年この避難指示の解除が行われましたが、今でも多くの方々が避難生活を続ける、こういう状況になっています。この南相馬市では市内にある9条の会の皆さんが求めて、すべての世帯に憲法の小冊子、これを配るということを昨年行いました。原発事故を受けた南相馬市から憲法を生かした、こういう政治にしようじゃないかという取り組みを広げよう、これが9条の会の皆さんの思いでした。それに応えて市長も東日本大震災、そして原発事故によって健康で文化的な生活を送ることができない、こうした市民がいる、憲法とは一体何のためにあるのか、このことを考えたい、こういうふうに述べております。東日本大震災、そして原発事故を受けて憲法を生かした、こうした生活したいという思いが南相馬市から発信をされております。ご一緒に憲法を生かした生活、暮らし、
そして政治をご一緒に作っていこうではありませんか。あの東日本大震災では自衛隊員の皆さんが復旧そして復興に大きな役割を発揮をいたしました。だからこそ大震災原発事故で力を尽くしてくれた自衛隊員の皆さんを絶対に戦場に送るわけにはいかないと被災地では安保法制に反対をするこの声が大きく広がってそして今でも反対の声が上がり続けています。安倍首相は憲法9条に自衛隊を書き込む改憲を2020年までにやるんだと宣言をしております。憲法に自衛隊書き込むんだけれども憲法9条の1項2項はそのままだ、だから何にも変わらないんだ、こういう説明がされておりますが、何も変わらないのであれば憲法を変える必要はないのではないでしょうか。この憲法に9条に自衛隊を書き込むということが一体どういうことをもたらすのか。安保法制で集団的自衛権の行使をする、そのために自衛隊が書き込まれるということになってくれば、自衛隊が無制限に海外で行って武力行使を行う、このことに道を切り開くことになってしまいます。先の総選挙では改憲勢力が3分の2を議席を占めるということになりました。これを受けて自民党の中では年内に改憲案をまとめて来年の通常国会にこの憲法の案を提出をして改憲発議をしようじゃないか、こういうことが狙われております。しかし皆さん、先の総選挙で自民党が比例で得た得票率は 33% けれども全体の議席は 61% を獲得するという状況になっています。小選挙区制度というこの制度の下では大きな政党に有利に働く、民意を歪める虚構の多数だと言わなければなりません。実際総選挙の後に行われた朝日新聞の世論調査、これを見てみますと安倍政権の下で憲法9条を変えることに反対だという方が 45% で賛成を上回る状況になっています。毎日新聞がこの週末に行った世論調査の中では国会での改憲発議が急いでやるということが必要だろうか、こういう問いに対して急いでやる必要はないと答えた方が 66% にも上る、こういう状況になっております。先の総選挙で市民連合の皆さんと日本共産党、立憲民主党、そして社民党が政策協定を結びました。その第1番目の項目は安倍政権の下での憲法9条改悪、これを許さない、このことが1番目の項目に挙げられております。そして総選挙の結果、この共闘勢力は議席を2倍に増やす、こういう結果を作り出すことになりました。ここには憲法9条変えてはならない、こうした皆さんの思いが詰まっています。11月3日には憲法9条を守れという声を上げる皆さんが国会周辺に4万人集まって声を上げました。今日皆さんにご協力をお願いをしております署名の呼びかけ団体となっております市民アクションには、この間約5700もの署名の入った封書が届けられているそうです。この封書の中には憲法があったからこそ今日本が平和でいられる、だからこそ何としても憲法を守ってほしい、こうした
憲法9条への熱い思いが書かれた手紙も添えられているということです。9条の会、全国各地に今広がって7500を超える9条の会が全国津々浦々にできております。憲法9条守れ、この声を大きく広げていこうではありませんか。皆さん、何と言っても改憲発議を許さない、この戦いを大きく広げていこうではありませんか。この声をご一緒に大きく広げて、改憲発議絶対に許さない、こうした戦いを行っていこうではありませんか。国民の皆さんのそうした声がたくさん集まることが、安倍首相が改憲勢力がこんなに国民の声があるんだったら改憲発議やめようか、こう思わせる大きな力になってまいります。政治を動かしていくのは国民の一人一人の力、これが何といっても大きな力を発揮をしてまいります。憲法9条は72年前のあの戦争の反省の上に作られて、国民の皆さんが大切に大切に守り抜いてきた世界に誇るべき宝です。この憲法9条、ご一緒に守っていこうではありませんか。今日皆さんにご協力をお願いをしております憲法9条を守れの署名、来年5月3日の憲法記念日までに3000万人分集めようじゃないかと、今全国で取り組みが行われております。私も皆さんと力を合わせて、国会の中でもそして外でも憲法9条を守れの会大きく広げるために全力を尽くしてまいります。この決意を最後に重ねてお願いを、ご訴えを申し上げまして、そしてぜひ足を止めて署名にご協力いただけますことを心からお願いを申し上げまして、私の訴えとさせていただきます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ただいまお話しいたしましたのは、日本共産党岩渕友参議院議員でした。